それではたけちゃんバンドをご紹介いたします。ふれあい会食会やお茶の間サロンなどで懐かしい歌の伴奏をきっかけに活動を始めて7年になります。活動回数も100回を超え、移動歌声カフェとして楽しんでいます。今日も皆様と一緒に歌いたいと思います。よろしくお願いいたします。ではたけちゃんバンドお願いします。はい、皆さんこんにちは。竹ちゃんバンドの竹内でございます。皆さんと一緒に今日はね、楽しく歌いたいと思いますので、大きな声でね、皆さん一緒に歌っていきましょう。ではね、春の歌、今日暑いですけど、春がやってまいりました。春の歌をメドレーで、3曲行います。皆さんの歌詞カードございますんでね、歌詞カード見ながらやってください。はい、それじゃあ、スタート。はい、どうぞ。いただいているのは松代のね、いろいろの合唱団の方々に応援をいただいて、今日は出演していただいてます。よろしくお願いいたします。
それでは野に咲く花のように、それをいきたいと思います。はい、花のように風に吹かれて、野に咲く花のように人を爽やかにして、そんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい。それでは千の風に乗ってっていうね、聞いてねえな、千の風に乗ってのね、作者の方がいましてね、その方の作ったこの町でっていう歌がございます。いうことで、これから皆さんとね、一緒にこの町を愛してる皆さんと一緒に歌いたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
教わります。気になったこともないと思いますが、あのオリジナル曲をね1曲ちょっとあのこのご当地ソングで言います。ここにいるねあの人間があの作詞作曲をした、あ放送局長っていうのをいただいたのがございまして、今は春、これを皆さんにねご披露したいと思います。真っ白のこの海津城を歌っておりますので、よかったらご一緒に歌ってください。はい、じゃあスタート。花の香りに誘われて桜の顔を歩けば、失礼、ちょっとテンポついちゃった、すいません、すいません。じゃあもう一遍いきます、すいません。誘われて桜坂を歩けば眺める全国地帯は、ああ花盛り、
咲く。どうもありがとうございました。もう一曲だけ一番だけ歌いますね。あの時間になりましたので、ありがとうの花ってあります。それを一番だけ歌って終わりにします。はい、じゃあ行きます。いいですか。3、はい。楽しいステージをありがとうございました。たけちゃんバンドの皆さんでした。今一度盛大な拍手をお願いいたします。